小一洋蘭は、蘭下小一洋蘭族の地勢の多年層。地下に細くて、綿毛がある根茎が、はい、地上に地下茎と一葉を出す。葉は、長さ2から5センチメートルの葉平があり、葉芯は甲蘭形で、長さ1.5から3センチメートル、幅1から2.5センチメートルになり、円は、全円、先端は、二部頭、基部は心形となる。葉は、 普通緑色であるが、小紫色のものもある。葉の表面には、毛状の葉脈がある。花期は7から8月。花茎は直立して高さ10から20センチメートルになり、下部には鞘状の鱗片葉が少数つく。花茎の先に、炭鉱白色から炭鉱緑色の計7から8ミリメートルの花を2から7コマバラにつける。ツトは、膜質で、長さ1ミリメートルになる。 学編は長さ約5から6ミリメートルの強調楕円型で、先端は二分頭になる。側多弁は学編と同型で学編よりやや短い。新弁は長楕円型で、長さ約5から6ミリメートルになり、赤い斑紋がある。随中は長さ3から4ミリメートルの棒状円柱型で、先端の花粉界は明瞭な天井になる。日本では北海道、 本州の中部地方以北、四国の剣山、白髪山に分布し、阿鉱山帯の新葉樹林帯の臨床、落葉の多い木か地に生育する。国外では、千島列島、カラフトに分布する。実用的価値は知られていない。高山性で、暑さに弱く、湿度などの環境適応性にも乏しいため、寒冷地でも栽培は困難である。ありがとうございます。